8ページ目のディスクマデューシー。中央の2匹の流れる触手がヘッケルの五歳の長い髪を思わせる。自然の芸術的形態はドイツの生物学者エルンスト・ヘッケルが表した本である。彼が描いた様々な生物のスケッチが収められている。印刷はレトグラフ及びウォートタイプ法による。もともとは1899年から1904年に、 かけて出版された10冊組の本で、1904年に全100枚の絵を収めた完全版が出版された。中に収められた生物の大部分は、ヘッケルによって初めて描かれたものである。ヘッケルのスケッチや水彩を版画に起こしたのは、版画家のアドルフ・ギルチであった。彼は、ヘッケルの下絵に基づいて1000枚を超える版を作成し、本書のために出来の良いものを得りすぐった。 本書は1924年に第2版が出ているが、この中にはたった30枚の絵しか収録されていない。近年の版では、オリジナルの100枚に先立って、本書の概要やヘッケルの紹介、彼の集作などが収められている。ヘッケルに関する研究を行っているオラフ、ブライトバックによれば、本書は単なるイラスト集ではなく、ヘッケルが見た世界の集大成なのだという。 本書の画の最重要テーマの一つが、対称性と秩序である。題材はこのテーマを具現化すべく選択されており、例えばハコフグの鱗の模様からアンモナイトの螺旋、縫合線、そしてクラゲ、微生物の完全な対称性に至るまで様々である。同時に、各々の,の,の図は、視覚的な美しさを最大限に考慮して配置されている。中でも特筆すべき画としては、 数々の放散中が挙げられる。彼の絵は、アマチュアの顕微鏡愛好家たちの間に放散中を広めることに一役買った。イソギンチャク、クダクラゲ類、ハタクチクラゲ類、その他体制としてのクラゲなど、四方動物も、また特に収録数の多い主題である。クラゲの一種であるデズモニーマアナシシーを含む、本書一枚目の画は、特に美しいが、これはヘッケルが、 彼の妻であるアンナセタを亡くした後間もなく観察し、描き上げたものである。種照名のアナシシーも彼女の名前からとっている。カンストファーメンでアナチアは20世紀初頭の芸術、建築、デザインに大きな影響を与え、科学と芸術の橋渡しとなった。特にルネビネ、ハンス・クリスティアンゼン、カール・ブロスフェルト、そしてエミール・ガレといった。 アール・ヌーボーに傾倒した多くの芸術家らに多大な影響を及ぼした。一つの顕著な例として、オランダの建築家であるヘンドリク・ペトルス・ベルラーヘの手によるアムステルダムの著名な建築、ブールスファン・ベルラーヘがある。この一連の建造物には、本書の影響を受けている箇所が散見される。カンスト・ファーメン・デ・アナジアに収録されている絵の一部。 ヘッケルによる現代を格好書きで掲載した。ありがとうございます。